ダブルスマッチプレー対決。イエーイ、なんだそれ。対戦相手、はい、初の対戦相手はセンスゴルフグリップさんです。センスゴルフグリップの竹内です。相方には、村田さんに来ていただく、はい、よろしくどうぞ。よろしくお願いします。まあ、私たちが勝ったら、うん、まあ、何か勝負ですからね。リンゴルフでは毎年リンゴルフオープンという競技大会を開催しているようですので、アメリカのミッションヒルズカントリークラブ、そこに2名ご招待します。マジ。やばいよ、スリーダウンだよ。しゃあ、じゃあウィニングチームどうぞ。さあ、ゆきりんが走ってます。じゃあ、ビューティーショットで。よっしゃ、ビューティフォー。ビューティフォー。これです、ビューティーショットです。皆さん、これが逆光だと左のバンカー入っちゃう。右目。ビューティフォー。ビューティー。ライトインザミドル。グッショです。ありがとうございます。グッショです。何急にこと。ロスの練習。ロスに行く練習。え、連れてもらえるんですか。あ、はい、勝つんで。勝つんで。さらに左。これはこれはこれはやばいよ、これは。オーノー、オーノー。手前のやつも。おー、2つともバンカーですか。片やドライバーで打ったリンゴルフチームは中です。6番しかありません。あって、あっ、いや、違うとこ行く。あ、落ちた、大丈夫です。グニャッて、グニャッてな。5番で、5番ユーティリティです。はい。立った。おお。でもいいところ。いい。はい。4番ウッド。飛ばないんですよ、ユーティ。何それ？うまーい。ナイス。ナイス。考えないこと。左から。うわー。風やばい。強風に負けないスティンガーショット。強い球打ててました。しかもこんな風吹いてるのにタイガー打つ。ストレート、ストレート。いや、さすがですよ。全然タイガー打つ。左からとか言ってなかった。言ってたけど結局ストレートになっちゃった。風あるからね。そう。じゃあちょっとこう
ちょっとちょっと、え、いやいや、いやいやこうだった。いやこうだった力入れました、今は。さすがです。たまに出るね、昔の私が。今のティーショットも良かったです。あ、いや、うん。え、だって2。え、何何何何 2on。 うん。2on。 2on。 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 やば。なんか自分が上手くなった気がしてきてしまう。一緒に回ってるとさ、イメージがでも湧くでしょ。そう、イメージがそう、うん、いつもゆきりんのショットもめっちゃ良かったよ。ありがとうございます。うん、ほんと良かったじゃんね。ありがとうございます。本当だ、いつもだったら完璧だな。残るの確かに、残るの勝ち、勝ち。うわぁ、ちょっとバンカー越え難しそうですね、これは。46ヤード。やばい。斉藤。斉藤。斉藤。戦う君。おー、いい、うまい、うまい、うまい。おー、メタミンだ。すごい。おー、すごい。ナイソン。今のはうまかった。今の良かったですね。さすがゆきりんの歌が聴いたんじゃない。ありがとうございます。応援が、わー近いじゃないですか。近いじゃない。これでも分かんないね。近いじゃない。これ入れたら、入れられたらおしまいじゃない。そうだね、パーダウンじゃない。うちらがバーディーパット、あっちがパーパット。入れがちだよ、入れ負け。これはどうかね。めっちゃ弱い。ここあれでしょ、バーディー。ゆきりんバーディー、バーディーバットです。見せ場来ました。まっすぐどう思います。スライス。よし、これで縦ごつんで。これめっちゃ怖いんだけど、うん、パターンして、うん、その線を見て打つんだよ。あ、なるほど。そうだよ、その線とパターの線を合わせて。ほい、ボールの線とパターの線。いいよ、入れ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 、ナイスバーディー。ね、初バーディー。あ、でも間違えた。オーマイゴー、やったー。イエー、初バーディー。いや、今ちゃんと打てたもんね。センスグリップのおかげです。でも打ててるよね、ちゃんと。やっぱりね、いや、今のはすごいね。本当すごい、やっぱバーディーで勝ちは、もう、さあね、楽しいね。初めて、いやいや、緊張してなかった。幸福感を味わいました。幸福感味わえた、うん、自分の球だけではないといえど、やっぱいいんだよ。私パターあれ打ってたら疲れちゃうもん。あれ結構ね、自分であのバーディーパターと外すんですよ。外す。そうそうそう。私まっすぐ打てとか言っても、ちょっともうちょっと左かなとか、ちょっと多分悩んで打てなくなっちゃって、多分手前とかね。いや、今のはめっちゃ。ありがとうございます。よかった。チームプレイですね、完全なる。ナイスパット。じゅんさんのアドバイス通りに打ちましたから。私はちゃんと打ててたもん。やったー。でも自分になるとちょっと打てないかったりするから、はい、ああいうの。そうだね。何ですか、離れて歩くでしょ。あ、ちょっとどうしたの。負けと離れる、勝つと二人仲良く歩くんです。ショットが良かったですよね。それあれですか、特徴ですか。はい、おじです。観察力がね、ありますね、できれば。170。5番ウッドかな、7番ウッドかな。何も考えない。はい、あの家らへん打っちゃおう。家、うん。おお、力強い。乗るんじゃない。いや、キックせ。あ、ナイスキック。あ、押し、あ、ボールが当たった。おお、力強い。乗るんじゃない。なんかすごい。出ちゃう、出ちゃう、出ちゃう。いやー、落ちた。いやー、でもナイス。ねえねえ、私はこっちを取ってたかった。さあ、悔しいだけ。何ヤード打とう。7番。うん、風。いけ。
力入っちゃった今やっぱり。いいショットですね。風に負けず。ビューティー。ビューティフォー。ビューティフォー。おお。綺麗。まっすぐ。ちょっと左。ああでもいいショットですね。声が大きいですね。ナイスショー。今お二人ともでもナイスショットだったですね。すごく。次絶対入れましょう。あと6ホールの竹内さんはセンスグリップに変えて普通のグリップとどういうところがこう良くなりました。方向性、立ち間違えが、アドレス自体がアドレスの、なるほど。やっぱグリップがアドレスを教えてくれるんですかね。というか、方向性が分かりやすいんで、感覚的に。今重りはどこに入れてらっしゃるんですか。右手の、利き手ですか。はいはい、ここです。それまではその転がり具合でいうとオーバーとかショートどっちが傾向多かったんですか。ショートが多かったです。なるほど。それでじゃあしっかり打てるようになったんですね。はい。こういう場合はどうしたらよろしいでしょうか。これ何アプローチです。手首返したらね。そうそうそう、もう純ちゃんだったらですよね。サンドで打たないのとか言うんですよね。そう、本当はそうで、ゆきりんはいつもこうやって振るじゃん。はい。じゃなくて、もうアプローチの時はまっすぐ引いて、そうだった、まっすぐ引いて、こうやってこうですね。そうそうそう、それだと強いから。そう、ちょっと弱め。トレンドはこっちなの。うん、ちょっと上に上げちゃったけどいいんじゃない。あ、まあ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 です。まあまあです。弱めの強めって感じだね。なんかライがな。ほら引っかかっちゃった。そんなこともあるのに、ね、もっこりしてたね。じゃあなんかね、やっぱ上 ここがもっこりしてたんだよね。このままだと青木もこい順になっちゃいますよ。やべえ、そんな言い過ぎると。喋るようになってる。すごい喋る。これパー？これパー。これパー。あ、でもそっちバーディーパット。バーディーパット。おお。そうだよ。エキリンの見た感じ。じゃあ上りの向こうが今。ツーカップからスリーカップのフックということで。上り。これパー。上りだからちょっと回らないとだね。バーディーパット。おお。はいよ。弱いかな。あ、弱い。打たないとダメって言ってんのに弱い。ラインは良かったです。2.5 カップ。2.5。オッケー。は絶対入ると思うから、ちょっと強めに行きましょう。これ入れないと。2.5カップ。弱い。同じ。同じ。負けた純さんたちもこれを。これでないと負けるね。ゆきりん、右。ボール1個分ぐらいじゃん。もっといくかな。いや、最初だけだよね。1個分ぐらい。いいよ、もうちょっとだよ。まっすぐだ。うわぁ、反対？右に。あれ、反対？右に、右に。じゃあ右に行ったの。右に行ったの。ああ、楽だ。頑張って。これぐらい？カメラに当てなきゃいけない。行くぞ。ねえ、惜しい。純様。オッケーオッケーでいいですか。はい。はい。いやちょっと強かった。ちょっと強かったし。今ライン乗って入ると思ったら強っ。私も。結構いった。そうなんだ。強気で打ったわけ。ガーンって入れようと思って、あんま読まないって。
でもやっぱちょっと読みすぎたなっていう。